2、1。どうもこんにちは。始まりました。ドラマチックシネマチックシネマパーソナリティの松岡ひとみです。さて、本日は緊急生配信でございますよ。ミッドナイトスワンアカデミー賞スペシャル。早速ゲストをお招きしたいと思います。皆さん、拍手でお迎えください。第44回日本アカデミー賞優秀監督脚本賞を受賞されました内田英治監督です。どうぞ。うわ、監督おめでとうございます。ありがとうございます。もう 全面的に喜んでます、私ありがとうございます。はい、さあもう一方お呼びしたいと思いますね。アカデミー賞最優秀作品賞の賞状を手にしたミッドナイトスワンプロデューサーの森谷武さんです。どうぞ。どうも初めてこれやって出てきました。本当ですよね、はい、いやいや、おめでとうございます。お二人とも、もう本当にね、ありがとうございます。もう昨日から今日の朝にかけてもう電話とか LINE とかもう なんかなりっぱなしじゃないですか。監督も森谷さんも本当にね、ありがたいことに、メッセージいっぱいいただきます。ね、もう本当に何十年分間ぐらいのね、LINE が来たって森田さんもおっしゃってましたけども、はい、本当にね、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、テレビの前で本当にいろんな、ね、ファンの方も関係者の方もご覧になってて、もうみんな号泣したよっていう、なぜか私にも来ました。なぜかメッセージが。嬉しいですよね。嬉しい、ね、うん、それ本当に嬉しいですよ。本当にそういうのね、私を見てくださってる方っていうことですよね。いやいやいや、本当にその通りですけどね。もう嬉しい。ね、草薙さんと服部美咲ちゃん の、受賞も本当に嬉しかったんですけれども、いや、今日はですね、ミッドナイトスワンのアカデミー賞スペシャルということで、まあ、視聴者の皆さんからもたくさんもう質問いただいてるんですよ。ありがとうございます。ね、公式のツイッターを通してどんどん本当にたくさんいただいていまして、で、まあ、時間のある限り紹介をしていきたいと思ってますし、あと配信中もこれ生なので YouTube なのチャットっていうところでね、ぜひね、どんどん書いていただいて、ぜひ書いていただきたいですね、はい、でね、うん、今ね、生でおめでとうコメントの嵐777人、内田監督、すごい、37ですよ、37。そう、もうこれ並ぶと嬉しい、こういう、ね、ラッキーな感じね、嬉しいですよね。はい、そうなんですよね。めでたいっていうね。めでたい。はい、そうなんですよ。で、まあ、ミッドナイトスワンのね、ブルーレイとか DVD も決定もしましたし。ね、今予約してますね。予約開始。そうですよ。もうみんな見た、もう何回でも見ていただきたいなと思ってますけどね。いやでも、まあ、はい、ね、とにかく草薙さんが最優秀主演男優賞。はい、ね、いや、もうこれもうね、ほんと。これ。いや、でも、どうですか、やっぱりこう、もう、草薙さんが撮ったっていうことが、ね、もう、多分、監督も、森谷さんも。いや、もう僕、草薙さんが撮った時ちょうどその次が監督賞のあれだそうで、連れられ、廊下を連れられて、はあはあ、ちゃんと見れなかったんですよね、なんか移動途中でその瞬間をそうで声だけが聞こえてきて、はあはあ、でもその横でアカデミー賞のスタッフがの説明を受けてて、右耳で説明受けて、左耳で草薙さんのわ聞いてて、でもなんかもう、あ、もう俺、これでいいやって思いましたね。いやな、やっぱり、草薙さんに本当撮ってほしかったんで、うん、本当にそう、うん、本当に、ね、本当に撮ってほしかったんで、いや僕は僕は監督がこうね、監督賞のあれでこう出て行かれて、僕一人になってるんですよ。はい、で、モニターを見ながらこうね、他の会場で見てるんですけど。あ、そういうことなんですね。そういうふうに分かれてるんですよ、実は。あ、今回はね。はい。今回は。で、ミッドナイトスワンのミが聞こえた時に、もう、うん、うわーってなっちゃって、主演男優賞の時に。泣いてました。
森谷さんはすぐ泣く。まあ、森谷さんはね、泣いてると思いましたけど。そしたら、うん、左後ろの長澤まさみさんも、なんかこう空気を感じました。みたいな空気を。あ、本当ですか。はい、いや、本当にね。嬉しかったです。本当に。嬉しいですね。うん、もうね、草薙さんがね、撮られた時は、本当に皆さん、主演、優秀賞の方々、小市さんとか皆さん、うん、もう喜んでらっしゃったから、あの姿も素敵ですね。すごい良かったですよね、監督は。で、小石さんがこう、レッドカーペットの帰りにこう、はい、ポンポンって肩を叩いて、やったじゃないかって言ってるのが分かったのが、すごい良かったですよね。ねえ。小石さん、初めてなんですよね、だからアカデミー賞。そうなんですよ。それはびっくりです。びっくりした。最初草薙さんと会場で会った時に、うん、はい、有名人多くてすげえ緊張するな。あんたも有名人や。何言ってるんですかっていう。そうですね。でもいやいや、あなたが有名人よ、ね。草薙さん本当僕らに嬉しかったのは、本当にここまで連れてきてくれてありがとうございましたっておっしゃってました。わあ、素晴らしい。もう本当に、もう。森谷さんまた泣いて。やば。いや、もうちょっとびっくりですよ。やばいでしょ、だって。いやそうですよね、うん、まあ昨日ねお二人も祝杯をあげたと思いますけども、もちろんそれがねノンアルコールビール、ノンアルコールだったんですよ。そうなんですね。お、まあお時間がね遅いからかな、どうなんでしょう、うん、もうね新高輪のプリンスホテルのね、はい、ラウンジに僕ら入れたのがもう7時前ぐらいですよね。はい、あと1時間ですみたいな。あ、そうか。はい、まあまあまあ、でもね。やっぱちょっとお祝いだから、なんか おいしいシャンパンとか抜いちゃいますかなんて言ったら、もうアルコールはもうオーダーストップしてますって言われて。あで、ノンアルコールビールでみんなで乾杯しました。いや、でもね、みんな心は一緒なんで、よかったよかった。本当に、本当におめでとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆さんもね、たくさんたくさん本当に質問をいただいてますので、早速ご質問したいと、ご質問タイムに移らせていただきますね。内田さんも、ね、もう今回はもう包み隠さず、全部しゃべる。あれ、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まず最初にいただいておりました、事前にね、いただいておりました、横縁さんという方からいただいております。はい、で、本当におめでとうございます。レッドカーペットの様子などを教えていただきたいんですが、そして久々にお会いしたミッドナイトスワンのチームはいかがでしたでしょうかという、ご質問ですね。どうでしょうか、内田さんからお願いします。僕、まあ、当たり前ですけど日本アカデミー賞初めてで、レッドカーペットはその、まあ、外国の映画祭は僕よく行くんですけど、うん、海外だとやっぱりその作品みんなで歩くんですよね。で、もしかしたらまあコロナ禍 その変更してやってるのかもしれないですけど、やっぱ監督さんは監督賞の皆さんでみたいな、うん、歩き方で、まあ、それはそれで良かったんですけど、やっぱりなんかみんなで歩きたかったなみたいな。ああ、ね、そっかそっか。はい、スタッフとか、まあ、せっかく、ね、7部門ぐらい、8部門ですよ。8部門ですね。8部門プラス新人俳優賞ですよ。はい、実際るんで、実際9部門、9部門ね、うん、はい。歩きたかったのと、はい、そうですね。そうでしたね。そうだったらよかったなって思いましたけど。うん、まあ、でも久々に皆さんにお会いして、録音の伊藤さんとか。でも僕らはね、なんかね、常にね、現場入ってるんで、あ、そかそか、意外にそんな久しぶりじゃないですよね。ずっと同じメンツでね、なんか映画撮ってる。あ、そうなんですね。まあでもね、春の舞台でまた、こうね、チームが揃ったっていうのはね、いいと思いますが、森谷さんはこうね、でもいろんなほらミッドナイトスワンのチームの以外の方もお知り合いがいっぱいじゃないですか。お知り合い、でもね、やっぱり一番僕、うん、緊張したのは作品賞のレッドカーペットで、僕のお隣がですね、角川嗣彦会長だったっていう、うん、ものすごく大先輩というか、うんうんうん、そうですね。まあ他にも本当に先輩方ばかりで、すごいそれがまず緊張して、多分僕レッドカーペットにパッて入った瞬間、うん、ものすごい緊張した顔してたと思うんですよ。本当ですか。はい、これはちょっととんでもない、とんでもない瞬間を今僕は経験してんだなと思いながら、でもやっぱりね、レッドカーペットですごく、はい、
嬉しかったのは最優秀作品賞を取った後に、うん、あの他の受賞者あの、はい、ミッドナイトスワン、ええ、あのテレビでは多分カットされてたんですけど、はい、あの全員わーってこうレッドカーペットをこう来てくれて、うん、あの内田監督とあの草薙さんと美咲ちゃんと僕が歩いてるところを後ろからこう追いかけてきてくれて、はい、最後に、最後に全員で合流して、はい、あのいらっしゃる会場にいらっしゃるお客様にありがとうございましたってこう劇団のように確かに劇団ですね劇団のようにあのうんうん、うん、あの礼をしたっていうのが、本当になんかちょっとやっぱチームだなっていうふうにわいいですよね、うん、思いました。いや劇団とか覚えてますね、あ本当ですか、劇団とかね、そういう映画作るのって本当めちゃめちゃ大変なんですよ。めちゃ大変で、長澤まさみさんもねおっしゃったけど、はい、本当映画って一人で作れないっていうの、うん、私はこのコロナ禍で、ね、よくわかりましたって言ってたけど、僕も全く一緒で、やっぱり一人じゃ何もできない。一人一人が自分の持ち、ね、その得意なものを発揮して初めてできる。もので、やっぱりその人たちとともにあの、ね、映画祭というものにあのアカデミー賞行けたっていうのが、はい、めちゃめちゃ嬉しいのと、それともう一個思い出したのが、うん、あの罪の声のカメラマンが山本秀夫さんっていう、はい、そうなんですよ、ミッドナイトスワンの伊藤真紀さんの師匠なんですね、はい、それがなんと同じだからレッドカーペットの2人が歩いて、しかもその山本秀夫さんはゼナ監督のカメラマンで、山本秀夫さんに僕は草なぎ剛っていう役者は最高だよと言われて、このミッドナイトスワンでよし最終的にやるぞって決めたきっかけになった方だ。全部つながってるなと。つながってる。いや森谷さんまたねつながってましたね、いろんなことがね。いやもうやめてください、もう泣きますからまた。いやそうですね、いや泣いちゃうから、うん、ねえ、草薙さんもおっしゃってましたが、美咲ちゃんがすごく大人になってたってね、なんか書いてありましたけど、すごく大人っぽくなりましたね、内田さん。そうですね。ねえ、綺麗になって堂々としてた。ねえ、うん、なんかね、新人俳優賞のねこう、うん、皆さんがこう壇上に上がった時に、はい、草薙さんがポーンって抜かれて、まるで母親のように見つめてましたね。ね、美咲、そう、美咲ちゃんのことを見つめる目がもう完全にまた渚に戻ってて、映画のラストカット、ね、あの目をしてます。はい、あの目、そうです。完全にそうなってて、またこう、それ見て、うるっときちゃいましたけどね、僕も本当に。本当そうですよね。なんか香水さんという方からもね質問があったんですけども、はい、そんなあの草薙さんや服部さんとはどんなお話をしましたかっていうことですけど、どうでしたか内田さん。なんか、ま、おしゃべりする時間はあったんですね、部屋が違う。あ、全然僕は同じテーブルだった、同じでした、ね、ちなみに どういう感じだった。まずそのおそらくその主演男優賞もましてや作品賞、うん、本人、僕もですけど本人も全く予想してなかったと思います、ね、うん、そういう、うん、そういう顔をされてました。やっぱりだからやっぱり、ね、いろいろあったわけじゃないですか、草薙さんもね、はいはい、でやっぱそのいろいろあった中のこの何年の中でやっぱり、うん、そのまあ、いろいろそのね、いろいろ考えたと思うんですけど、うん、やっぱりその続きでやっぱ何も考えられない、僕もそうでしたけど、うん、まあ、まさかだって僕なんかインディーズ映画ずっとやってきてそんな賞をいただけるなんて思ってないんで、本当なんかいきなり来たみたいな感じの顔をされてましたよね。うん、あでしたか。いや森谷さんどうですか、 お話しされて。僕は実はテーブルに3人しかつけないので、あ僕はお隣のテーブルに、はい、長澤まさみさんと一緒のテーブルに僕はいて、うん、で内田さんとはこう何ですかね、いい感じのディスタンスで並んでる感じだったんですけどなんか
すごくこう、アカデミー賞がどうなっていくのかっていうのを、はい、すごくみんな黙って見守るっていう感じがすごかったですよね、監督ね。なんかそんなに間すごい喋ってるって感じ、僕らがことはなくて、ただまあ、はい、とにかく、はい、頭真っ白になったってね、草薙さんおっしゃってましたけど、そのことは連発されてましたね。そうですね。だからマジか。マジか。そう。とか出ちゃったわけで。マジか。みんなが そうだったんですね。もうなんか、美咲ちゃんなんかは逆にもうなんか、すごい、いい意味ですごいこう、緊張してたのかなと思う感じだったんですけど、ほとんど喋らなかったですよね、実は。そうですか。だから僕は草薙さんのね、なんかね、その一発最初におっしゃってたね、やっぱ有名人いっぱいいて緊張するよっていう言葉が、なんかすごくこう、そう。ある意味僕はすごく重く受け止めて、うん、ね、なんか本当、あれだけの才能があるんですから、はい、やっぱり有名人がいっぱいいるところにまた戻っていただきたいなと。本当に、いや本当ですよね、本当に、ね、いやもうブルーリボンとアカデミー賞取ったわけですから、いやもう本当ですよね、タイガー主演男優で、そうそう、タイガーにも出られてて、うん、本当だから、うん、まあミッドナイトスワーのチームだから、みんな草薙剛が大好きなんですよ、うん、そうそう本当にね、もうよく分かったアカデミー賞でした、あ、よかった、本当にもう最後、ね、みんなもう控え室まで行っちゃってね、うん、草薙さんのそうですね、そんな大好きな草薙さんについてちょっとお聞きしたいという方がいらっしゃいまして、はいはい、マッカーさんですね、マッカーさん、草薙さんのその渚役に考えたのは、草薙剛さんが一番だったんですか、他にも候補の方がいらっしゃったんですか、草薙さんがこの話を受けなかったら他の方で制作されましたかっていうのは、どちらがお答えいただきます。じゃあ、はい、はい、今度は映画なんで、いろんな候補はおりました。多分候補が一人しかない映画って多分ないと思う、うん。なるほど、なるほど、はい。いろんな候補がおりました。でも、草薙さんに関しては、森谷さんの提案で、いただいて。じゃあ、草薙さんが受けなかったら、やらなかったのかというと、やったと思います。うん、それは、映画なんで。はい、やっぱり、ね、昭和、昭和と豪音なんで、うん、やっぱ完結させなければいけないんで、うん、作品に、うんうん。そうですね。でも、やっぱり草薙さんが呼んで、草薙さんがやっぱり、ね、その受けていただいて、やっぱ演じたっていうのは、うん、一つの運命であり、結果であるなと、僕は思いますけどね。そうですね。結局、そういう結果の集大成が、映画というものを作り上げるんで、うんっていうのが、まあ、僕はそう思ってますけど、うん、はい、森谷さんはでもね、草薙さんをっていうのをご提案されてました、そうですね、やっぱり、ものすごく難しい役だと思ったんですね、今回渚っていうのは、はい、でそれをこう自然にやれる方っていうのをこう、うん、思い描いた時に草薙さんがポンってこう出てきちゃったんですね、でこれはもうポンって出てきちゃって、本当に出てきちゃって、もちろんそのずっといろんな舞台とかいろんな映像作品とかを拝見してる中で、はい、うん、すごく仕事お仕事をご一緒したい方でもあったんですね、でここは内田監督に提案しちゃおうと思ってなるほど、草薙剛さんとかどうですかねってこうパッとなんかポンポッと言ってました、確か、はい、うん、監督は最初こう、お、草薙さんっていうのはどういうリアクションだったんですか。僕はですね、え、いいんですかみたいな、はい、まあ、いろんなインタビューでも言ってるんであれですけど、テレビとかを見、あんまり、あんまつかほぼ見ないんで、その草薙さんの演技というものをやっぱりきっちり見たことはやっぱりそのなかったんで、はい、で、まあ、先ほどのそのね、山本秀夫さんでカメラマンの、はい、もう草薙、まあ、つゆぽんって言ってましたけどつゆぽん、目はねすごいんだよって言われて、
で僕は山本さんといういろんな素晴らしい花火とかね、本当素晴らしい映画いっぱい撮ってる方で、全裸監督もそうですけど、すごく信じてて、あ、こんな方が言うんだったら本当にすごい役者さんなんだろうなと思って、そこから草薙さんをすごく漁り始めて、漁り始めてね、やっぱ一番最初にお会いした時に、うん、もうやっぱり役者って演技が良ければいいってもんじゃないんで、やっぱり人間性とかね、すべて総合的なものが映画とね、合体していくわけですから、僕は彼の持つその人間性みたいなものにすごく惹かれて、はい、もうこの人と一緒に映画を作りたいなと思いました。で、やっぱり日本は、その、いわゆるキャストありきの作品作りも本当にやめた方がいいと思うんですね。うん、有名なキャストがいて、それに合わせて企画を作るっていう、はいはい、やっぱりちゃんとストーリーないし企画ないし映画というものがあって、そこに一番合う役者をやっぱりその探していくっていう、はい、もう当たり前の、日本以外の国で当たり前にやられてる、うん、映画作りの原点にここは立ち返るべきだと思うんで、はい、だとしたらやっぱりミッドナイトさんというストーリーがあって、うん、そこにぴったりハマる草薙さんとか、うんうん、森谷さん提案でいただいて、うん、そこに入っていただいたっていうのはこの映画の本当幸せだったなと。そうですね、どうしてもその逆パターンがもう多分ほとんどだったんじゃないか。そうですよね、うん、はい、その出発点からして幸せな映画だったんじゃないかなって。いやもうそこから奇跡が起きてる気がしますね、本当そうですよね、うん、でも脚本読んでいただいて、じゃぶっちゃけ普通やんないでしょそうだけど後でね、後で聞いたんですけど、誰にも渡したくないと思ったって。わあ素敵。嬉しい。もう。だっておっしゃってました。すごいなと思ったのがやっぱり、うん、森谷さんが最初にねその、うん、企画を持って行った時に、うん、なんか正直に言ったんですって、そのお金もまだ決まってないし、要はゼロの状態ですよ。うんうん、はい。ってやっぱお金がない作れないんで。うん。ゼロの企画なんて普通誰も読まないですよね。うん、何も決まってない、どこからもお金出るかも分かんない。そうですね、この脚本をやっぱり、うん、その草薙さん含め、そのバックアップしてる、うん、そのマネージャー含め、うん、やっぱりそんななんか1センチも動いてない企画に、ま、目を通していただいたっつ、いやすごい、これはやっぱりいい普通の会社だったら門前払いですよ。いや実際門前払いいっぱいされてる作品なんで、うん、そうですよね、もともとそれで森谷さんがちゃんと読んでくださって、そうそうそうっていうところから始まってますもんね、うん、だから最初からやっぱり、ね、まあ確かにいろいろありましたけど、うーん、一番最初、今思えばやっぱりそういうとても幸せなスタートを切ったのかなと思いますね、うん、いやー草薙さんの、ね、もうそうだしチームもすごい素敵ですね、そうやってちゃんとこう目を通すっていうね、そうですね、うん、なかなか意外に、ね、ないってことを聞いたりしますよ本人のとこまで行かないとかね、いやーもうそれじゃ困るんですけどね、いや本当本当そうですね。で、続いてですね、内田監督にご質問ということで、奈緒さん、草薙さん の, お芝居についてはほぼ注文をされなかったそうなんですけれども、いちか役の服部美咲ちゃんが時々見せる鼻を払う仕草とか、あとは渚との食事のシーンですね、これは監督の演出ですかっていう、はい。ニージンジャーソテーのことかな、はい。演出という部分で、はい、芝居をつけるという演出が、うん、とてもそれが演出だみたいに多分思われてると思うんですけど、はい、動きとか、うんうん、今言った鼻をするとか、うん、こうやってました、ね、やっぱりそれもまあまあ確かに演出の一つなのかもしれないですけど、うんうん、そんなことは多分重要ではなくて、やっぱり、はい、ね、役者さんの素材をやっぱ最大限に引き出す我らのが我ら演出家の引き出す、はい、だから出だと思うんですけど、うん、それが仕事だと思うんで、はい、そういう実現場でじゃあ髪かけ上げてとか、うんうん、ミカちゃんだったらじゃあ鼻すすってとか、
じゃなくて、今回僕が、本当に自分に自分を言い聞かせてやったのは、やっぱりもっと深い部分、その根本的なあの2人のキャラクターの部分を引き出 したいなと思って、草薙さんに関しては、やっぱりいわゆる1人通して、いちかちゃんを通して、草薙さんって目の前にいる役者で本当変わっていくんで、だから草薙さんの芝居をちょっと動かしたいなと思った時は、いちかちゃんを動かすっていう形をすごい現場で撮ったんですよ。そしたら本当分かりやすく草薙さんって反応してくれるんで、本当に素晴らしいなと思いながら現場でやって、で、いちかちゃんに関しては、当初草薙さんとやろうとしていた、やっぱりリハーサルを通して、いちかという、本人は当然虐待なんて経験したことないわけですよ、ね。そういう役作りをしてもらったと。ね、で、その根本的な、内面的なね、その気持ちが作れれば、いろんな、だから、その役になりきった、結局、ちっちゃい芝居も出てくるわけで。それをめちゃめちゃ今回は、まあ、映画のね、基本なのかもしれないけど、基本に書いてやったっていうのはあるかもしれないですね。守屋さんはもうずっと撮影もご覧になってて、そしてもう数々の、はい、数々の俳優さん女優さんをね、輩出された方でございますけれども、いや どうでしたか、その服部美咲さんのそういったこう感覚的に、今まあ内田さんもおっしゃってたんですけど、演出ではないところの部分でされてた、まあ多分でも内田さんによる、その現場の、現場以前の演出っていうのがやっぱすごく僕は聞いていたんじゃないかなっていうふうに思ってますし、以前、はい、現場以前の、現場に来る手前までのところでどういうふうにその役になってくるかっていうことは、多分事前にすごく話をされたりとか、リハーサルもされたと思うので、そこの部分がものすごく効いていて、あとは多分なんですけど、草薙さんと本当に向き合った時に出てくるものっていうのを、内田さんは音になってたんだろうなと、はい、なんで僕昨日のスピーチでカットされてましたけど、そうか、なんか読めますよね、言ったんですけど、草薙さんの眼差し、服部美咲ちゃんの眼差し、それを見つめる内田監督の眼差しで、この映画は、もちろん他のスタッフキャストの皆さんの眼差し含めて、それで出来上がっているものですよねっていう話をさせていただいたんですけどね、もちろん一番最後には観客の皆さんの眼差しが加わって、映画っていうのは本当にできていくっていう話をさせていただいたんですけど、まさにそういう感じが僕は現場にいながら、なるほど、したんです今回の作品は、はい、なので本当にそれをこう2人がこう向き合った時に何かが生まれてたんだろうなと思いますしね、それをすごく思って見てましたね。ハニー神社ソテーのところなんかは特にもう伝わってきますよね。こう本当にこの2人別になんか演技してるわけじゃないなってすごい思いながら、だからもうね、今日はハニー神社ソテーみんな食べる人多いと思いますよ今日はそうそう、お祝いでね、はいはい、じゃあ続いてですね、峰村ゆクリップさん、峰村ユクリップさんがですね、ごめんなさい海辺で踊る市川を見ながら、渚が最後に涙を流しながら言った綺麗っていうセリフがとても印象的だったんですけれども、小説では美しい岩になっている、これは単に映画と小説の違いですかということで、内田監督は、まあ、小説というかね、もう出されているわけなんですけれども、これをの ご質問をいただきました。違い、言葉にはこれはですね、この小説っていわゆるそのノベライズなんで、原作じゃなくて、その映画撮った後に書いてるんですね。はい、なんで、小説を書いた時っていうのは小説を書くモードで書いてて、決して、その、なんつうんだろう。また、当然ね、映画って生き物なんで、僕も人間なんで、人間の感情で生きてるから、その、毎回違うわけじゃないですか、毎日のように。はい。だから小説を書いてる時の
気持ちがそうさせたんじゃないですかね。あとはやっぱり、現場ですごいアドリブがいっぱいある、あった、ね、はい。アドリブをやっていただいたんですよ。はい、当然小説っていうのはそういう部分も拾い上げてる部分があるんで、うん、まあ、美しいと綺麗ってね、似たような言葉だけど全然違いますけど、はい、うん、そういう部分で何か、なんか変化があったんですかね。うん、でも映画で言ってた草井さんが美しい、はい、映画がどっちだ、綺麗か。綺麗です。綺麗です。あれは脚本になかったような気がするんですけどね。ありました？いや、僕が定かじゃないですけど、あれ、あそこアドリブ多いんですよ。あ、そうでしたか。あ、そうかそうか、アドリブが多いからね。うん、まあ、感情のままになってるっていう、うん、感じでしたよね。やっぱアドリブを禁止するね、その現場も多いんですけど、うん、はい、僕はもう逆にもうどんどん、もうどんどんお願いします、やってっていう、だってアドリブってその場で生まれてるセリフですからね。その時の感情とかもね、ありますよね。台本のセリフって結局所詮覚えたセリフ、うん、そういう部分でやっぱいいセリフをあの二人が、出してきたのはすごく多いと思います。ですね。もう一つ小説からの質問があって、マイクさんという方なんですけど、あのラストを、まあ、原作と書かれてます、ノベライズですね、あの小説とは違う終わり方に変えたのはなぜですか、悲劇に終わらさせたくないと撮影しながら考えが変わったんですか、というご質問でございます、マイクさん。これも、まあ、先ほど言ったようにあの人間なんでその日その日感情が、うん、変わるんですけど、特にこのミッドナイトスワンという映画に関しては、その自分の感情に素直に撮りたいなと思って、うん、はい、で例えば言うなら、いちかちゃんが海に入っていくし、はい、うん、3日ぐらい前に僕が言い出したし、そうなんですか、森屋さん。そうです、そうです。みんなも森屋のスタッフはもう大笑わそうですよ、ですよ。もう、うん、本来だったら多分許されないですね、はい、3日前ってもう準備できないんで。だって海に入るわけですからね。そうそうそう、見るわけじゃないですか、海を見る。スキューバダイバーをね、用意したり、はい、用意しました、うん、すごい大変なんですよ。でもやっぱりそれをやってくれたスタッフたちがいたっていう幸せ、じゃない普通できないですよ、絶対。その前に言われても困ると、うん、でもそれは内田監督が、これはあの一華が海に入った方がいいなという、いいなというか、それを感じたわけです、ね、それをね、なんかね、うん、インスピレーションがなんかそうさせたんですよね、うん、なんか別になんかその幸せかどうかなんて、ね、うん、人それぞれの尺度じゃないですか、うん、それを悲劇と思うかどうかの尺度も一緒ですけど、人それぞれの中でやっぱりどこかでいつかにもうちょっと飛び立ってほしいって思う自分もどこかで変化していったというのは正直、いつかというキャラクターに感情移入僕がした。そうですね、そうです。第一項とかに比べるともう全然ラストシーンが全然違うんですけど、うん、あとはやっぱコロナ禍の中で作った映画なんで、はい、そういうのも関連してきますし、だから本当、まあ、作り手の感情が変化していったっていうか、うん、それができるのはやっぱり映画の醍醐味だと思います、ね、うん。いや、森谷さんね、その3日前にその海に入る、5日前でしたっけ、うん、に入るって聞いたこととか、あとニューヨークのシーンが、これあのマイクさんの質問にもあるんですけど、はい、うん、これも最初からあって一番、そうですね、まあ、海のシーンは本当に今監督おっしゃったより、はい、確か2日前か3日前に入れたいと、海に入らせたいと、はい、いうことで、うん、まあ、スタッフは大当てで、皆さんうん、いろんな準備をその2日間3日間でして、いちかを海に入れるっていうことを実現させるということがあった。本当スタッフの皆さんの本当に
すごい賜物だなとは僕も思いますし、すごいです、ね、今コメントでね、生でね、うん、スタッフ神、スタッフ神って書いてもう伊藤真紀さんとかもあのドライスーツ着てバーって入っていってるわけですから、やっぱすごい、そうですよね、急ですもんね、はいはい、ライフセーバーさんももういて、そう見守る中でとにかく事故があってはいけないということで準備もしてやりましたし、あとはね、あの最初の僕読ませていただいた脚本には、ええ、ニューヨークの場面は確かなかった。あの、もともとはだから小説に近いです。はい、ああ、小説はね、あの、ニューヨークは出てないですもんね。そう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 。でもまあ、あの、海で終わってもいいんじゃないかっていう スタッフの案もありましたし、あ、そうですか、あのいろんな意見が飛び交うわけですけど、はい、みんなやっぱそれを話し合うわけですけど、はい、ただ、やっぱり先ほど監督おっしゃったみたいに、うん、もちろんこれ僕らあのコロナで中断した撮影が中断したりしてる中で、うんうん、今の世の中にこう、はい、あのラストシーンで終わる映画でいいのだろうかとか、うんうん、そういう議論も間違いなくあのしましたし、あの監督の中でももちろんすごく考えていただいたこともあったと思うので、はい、あのそこに一つの一かという希望がうん、あの映画の句読点になるように、うん、終わらせたかったっていう思いはもちろんありましたね、うんうん、ただニューヨークのね場面が本当はと渡米するはずだったんですよね。そうです、そうですよね、あれはだからニューヨークに行く何週間か前にコロナ禍になったんですけど、はい、ニューヨークロケがねもうほぼほぼその、はい、準備も終わって、はい、僕はやっぱり絶望しましたね。なんか終わったんだ、うん、この映画って僕は、はい、だってラストシーンを撮らずにいつ終わるかわからないそのね緊急事態宣言に入って、うん、もう本当絶望しましたね。それで、うん、リカちゃんもせっかく練習してきたバレエの練習すらもできなくなり、うん、絶望、うん、だからそれも踏まえてのいろいろ出来上がったラストシーンだと思います。うん、あ、そうか。そうなんです。いや、うわ、それで森谷さんが考えたわけですよね。はい、考えた、考えた。もうそう考えて。考えて、はい、豊橋に行ったんです。そう。ね、まあ、あの、お邪魔しましたけど、いやいや、はい、びっくりしました。本当に、はい、監督にね、あの、豊橋市公会堂の写真を見せたんですよ。なるほど。そうしたら、はい、あれここニューヨークじゃないですか。お本当におっしゃってくださって、はい、で豊橋市の公会堂との、うん、このあの石段をこう上がっていく市川のバックショットと、はいはい、あの豊橋市のプラットっていう芸術劇場があって、はい、そこの横の長い廊下が全部レンガ造りになってて、うんうんうん、それも監督に見ていただいて、はい、でそこにもう外人さんとかもみんなこう歩いていただいたら、ええええ、あの完全にニューヨークに会ってしまったというのが、ね、でも本当にこれは豊橋市の方々に本当に助けていただいたんですね、うん、あのラストシークエンスっていうのは愛知県の、ね、豊橋市というお生まれになったところで、はいはいはい、助けてもらったなっていうのが正直なところで、もう昨日もあのフィルムコミッションの方からおめでとうございますってすぐ来ましたよ監督。よかったよかった。本当に。うん、いやあのね、今コメントでもニューヨークのシーンがあってよかったとか、ラストシーン本当に感動したとかね、ありますが、よかったですね。ね、監督、豊橋があって。だから、もう絶望の中で豊橋公会堂があったっていうね。そのニューヨーク映画祭でもよく行きますし、うん、あ、はい、実際20代の頃ちょっと住んでたんで、なんか、とにかくインチキ臭いニューヨークはやるぐらいだったらもうやりたくない。もう、うんうん、そりゃそうだ。ご自身が知ってますもんね。だって空気感も。そうなんですよ。一っぽいラストシーンになるんだったら、もうこの映画どうなっちゃうんだろうっていう。うん、本当にね、すべてをかけて臨んだね映画だったんで、うん、本当プラスしてコロナ禍のね、なんかその未来、うん、これもこの世界の未来がどうなるんだろうみたいな、いや本当そうですよ、ね、まだ今みたいにね、うん、
解明されてない、うん、はい、なんか不安しかないみたいな、うん、そうでした、そうでした、映画館も休んじゃうぐらいですから、あの時、うん、その中でやっぱり、うん、考えた、やっぱりでも僕らには、うん、映画というものがなくなるかもしれないっていう中で、やっぱ希望っていうもの、うん、僕希望ってあんまりやっぱりちょっとこうね、安易に希望希望っていうこの感じ、うん、魂じゃないんですけど、うん、実際希望なんてない世界、希望がないことがとても多い世界なのに、うん、安易になんかその希望希望っていう言葉が作り出されるのがすごい好きじゃないんですけど、うん、やっぱりその時はやっぱり希望って大事なんだなって思いました。いや本当に、いやね、森谷さんも本当に希望、希望がありましたよこの映画、いろんな意味で、うん、昨日のアカデミー賞に撮ったそうですけど、それ嬉しいですね、うん、全て全て、うん、眼差しと希望ですよ、ああなんかなって思いながら、はい、また泣いちゃうから次行きます、うん、ルミコさんがですね、まあ、今ラストシーンの、話も出たんですけれども、ルミコさんからエンドロールの2人のショット、受胎告知じゃないかと話題になっていましたって言って、そのような意図はあったんですかっていう、監督への、監督かな、監督ですか、はい、僕もそういうコメントいっぱい見ましたね、すごいありましたよね、いろいろツイッターとか見てると、これはどう、これはまあその、はい、いわゆるその時代告知っていう、まあ僕はそのね、ブラジルで生まれ育ってるんで、はい、まあ、ご存知のように大キリスト教国家なんですけど、うん、時代告知の絵画そのものを意識してやった、うん、ことはないんですが、うんうん、意図としてやっぱりいちかちゃんを見るなぎさの視線っていうのを、うん、あれを撮ってすごい意識をして、うん、下から見上げてるんですけど、うん、いちかをね、うん、実際告知もね、うん、確かに天使を見つめるね、うん、っていう構図なんで、うん、まあやっぱりちっちゃい頃からね、その宗教画みたいな、ものを見ることも多いですし、実際、うん、映画祭とか行くとよく、その教会やらその美術館とかによく見に行くんで、まあ、はい、さ、それをそのままやるぞっていう意図はおそらくなかったとは思うんですけど、はい、どこから出てきたのかもしれないですよね、うん、っていうのは、やっぱり、そのキリスト教っていうものを結構僕全作品で必ず出てくるんですね、その描写として、はい、うん、今まで5本ぐらい映画撮ってても全部どれも、なんとなく出てくる、まあ、実際なぎさの部屋、後半の部屋を見てもらえればよく見るといろんなところで出てくるんですけど、はい、よく見ると、うん、出てくる、よく見ます、もう一回ください。やっぱりその神様も人間が極限のね、もうどうしようもなくなった時にやっぱ神様というものにやっぱ、はい、その救いを求めるっていうのはやっぱり、救いを求める何かっていうのも絶対的に必要だと思うんですよね、うん、それが人間だろうと、そうですね、人間じゃないものであろうと、うんうん、だからそういう部分では渚の部屋でいろいろそういう描写もありますし、うん、ラストシーンっていう、ラストカットか、カットですね、カットですね、うん、まあそういう心の中の意識が、まあ、働いたのだと思います。うーん、森谷さんはどうですか、今コメントはね、渚が聖母マリアに見えました、うん、それはそう思いましたね、はい、ちょっとね、もう本当に、うん、エンドロールのラストのカットは、うん、これまた内田さんがですね、はい、確か3日か5日、3日前ぐらいに椅子を用意してほしい、はい、椅子を用意してほしいんです、椅子、渚が座る、はい、で美術さんが大慌てでそれをまたこう探し出して、で最終日の最後の最後に実は、うん、撮ったカットなんですよ。あ、そうでした。もうあれで、確かクランクアップしているはずなんですよ、はい、でまあ本当にしかもスローモーションで実は
撮ってるんで、ハイスピードで、うんうん、まあ、様々な瞬間みたいのがあるんですけど、うん、まあ、最終的に編集で最後、渚が市川をふっと優しい顔で見上げるところを使ったっていうのが、うん、まさにマリア様が天使を見上げるような瞬間になって見えたのかなっていうふうに思いますね。はい、うん、はい、ね、なんかその、うん、ね、なんか人にとっての救いって何なんだろうとは、うん、この作品を撮りながら、まあ別に撮ってない時もそういうのよく考えるんですけど、うん、そうですね、救い、うん、いや、なんかいつかの、まあ、本当のお母さんとか水川あさみさんとかの救い、あの人の救いは何だったんだろうな、うん、いろんな人の立場でちょっと何回か見てると、この人の救いは何だろうな、この人は何だろうなってちょっといろいろ考えたり、うん、なんかね、うん、例えばやっぱりブラジルの、僕はリオデジャネイロというところにいたんですけど、うん、その幼少、ちっちゃい頃にね、やっぱりもう本当貧困なんですよ、うん、当時は、うん、という中でやっぱりね、救いがみんな楽しそうにやってるわけですよ、ブラジルの、うん、ブラジルの方々はね、うん、はい、そのファベーラっていうそのスラム街の人とか、うん、その中でね、やっぱりその救いって人によって違う、そうですね、そんなもうどん底でも救いさえあれば、もしくはやってる黒人の、ね、少年とか少女が、わーいなんつって、うん、そういうの見ると、やっぱりその時はやっぱカトリック、ね、キリストの、うん、の本当に、ね、重要だなと思ったし、ね、人にとっての、ね、僕は所詮駐在員の息子で、うん、ね、彼らとは違う世界にいて、なんか遠いところから見てたんですけど、やっぱり、うんうん、なんか思いましたね、子供でしたけど、うん、うん、そういう考え方がやっぱこのラストカットとかには出てるのかもしれない、うん、うん、やっぱりそのうちにそのまあうちは別にお金持ちでも何でもなかったですけど、やっぱメイドさんがいてくれてて、うんうん、で一緒に住むんですけどね、はい、でその部屋とかに遊び行くと、はい、やっぱりこうマリア様の写真がもう飾ってあるわけですよ。うん、で、前も当然毎日お祈りをする。うんうん、ちゃんとひざまずいて。だから、そういう原体験が、ああいうやっぱり救いの構図にもしかしたら、まあ、影響してるのだとは思います。なるほど。メモっちゃったです。なるほどですね。なんかすごい、すごい、いやいやいや、すごい納得しちゃった。ね、どうでしたかね、ルミコさん。ね、はい、ね、はい、ありがとうございます。さて、まだまだたくさんいただいておりますけど、お時間大丈夫ですか？延長します？はい、勝手に延長した方がいいですよね、はい、まだまだあと10分しかありますけどね、はい、足りないでしょ、はい、まだ行きましょう、はい、足りないでしょ、はい、はい、ちっちゃんさん、ちっちゃんさんからいただきました。ミッドナイトスワンの中で演出展開セリフなど一番悩んだり迷ったシーンはどこですか？まあ、たくさんあるとは思うんですが、まあ印象に残っているこう今までとも重なっても大丈夫なので教えていただけるとと思います。これはですね、はい、まあ、森谷さんもいるんで、え、意外や意外なんですけど、多分ほうからしてみたら、まあ、いっぱいあるんですけど、アソシーンとか当然あるんですけど、ええ、意外や意外でやっぱ階段のシーン、公園のシーン、階段、あー、今や聖地となっているところですな、はい、聖地ですね、もう聖地となっているらしいじゃないですか、はい、あそこ実は問題のシーンで、本当に最後の最後まで、はい、本作りの段階で森谷さん、うん、いやスタッフたちと、うん、あのシーンがいるのか、今となってはね、あのシーンをすごくいいと言ってくれる方が多いんで、うん、今となっては定番みたいになっちゃってますけど、うんうん、本の段階ではあのシーンがとてもとても問題シーンっていうか問題シーン、え、どう問題問題っていうのは、あれは基本的に話し合って後から入れたシーンなんですけど、うん、はい、はとてもいらないんじゃないかと結構思ってたシーンで、ね、おー、で、はい、
多分今までやってた映画作りのやり方からすると多分、はい、おそらくカットし、あの脚本の段階でカットしただろうと。はい、ただ今回のミッドナイトさんに関しては、はい、僕の中のテーマの一つで人の意見をめちゃめちゃ聞くっていうテーマが本当に僕の中であったんですよ。はい、人の意見をちゃんと聞く。今回のミッドナイトスワン、ま、いつも聞く方なんですけど、ええ、でまず自分の世界観をご理解せず、うん、いろんな方の意見、いろんなスタッフの意見をとにかく聞く。はいはい、その中でやっぱあの公演の例えばあの老人が出てくるとことか、うんうん、はい、ああいうあれはやっぱり僕はもうどうもピンとこなくて、ドラマチック、僕ドラマチックな展開っていうのはちょっとすごく苦手なんで、なるほど、すいません、タイトル ドラマチックですか、関係ない関係ない、はいはいはい、ドラマチックな展開がとても苦手なんで、はい、やっぱあれはすごいの読みましたね、うん、あ、そうですか、ね、やっぱり絶対あった方がいいと、なんかそこまで断言するんかいっていうぐらい、森谷さんはもう絶対いるといる、それはどうして、まあ、あの結果すごく良かったですよ、もちろん、あ、はい、うん、あのさっきも出てましたけど食事のシーンがあって、はい、でやっとこう心がその前のシーンぐらいからこう近づいてきてるっていうのがあった時に、はい、うん、僕はこの2人の幸せの時間っていうのを、うん、その映画の中で最も大切にすべきだと思ってる派だったんですよ。なるほど、なるほど。もちろんもうご覧になってるからあれなんですけど、皆さん、はいはい、最終的にすごく悲しい結末っていうところにたどり着いてしまうんですけれども、うん、その場合にやっぱ幸せな時間っていうのが映画の中に2人にとってですよ、うんうんうん、あるべきじゃないですかねっていうふうに監督に言っちゃったりして、でそうしたらあんな素敵なシーンを監督が書かれてて、でも書いてこられたのにまだいるんですかねっておっしゃってたんで、そう書いたのにもまだこう、うんって思ってたってことですね。自分の中では本当にずっと思ってましたね、うん、だって編集でも落としてる時あったんですよ。何何監督すいません、視聴者も絶対あのシーンいる派、はい、です何パーぐらいあるんでしょうね、もうね。でも監督、いや、よかったですね、もう本当にもう。でもね、昨日もちょっとね、撮影の伊藤真希さんと話したんですけど、はい、あそこのシーンは、伊藤真希さん的には、今までの内田作品にないような素敵なカットを撮るっていうか、まあ、今までの作品も素敵だったんですけど、要は、内田作品でないみたいなシーンを、うん、自分は撮りたいと思って撮ったみたいなことをおっしゃってて、すごくだからこう素敵な、ね、映像にもなってますし、す、ね、言葉は嫌かもしれないけど ドラマチックですよ。あそこはやっぱり、はい、皆さん 99% って書いてあります。 99% ですよ。 99% 必要だったと。今回の脚本作り全体に関して、やっぱその森谷さんっていうプロデューサーと僕の性格っていうかの違いみたいなのがすごくよく、うん、そのいい方向にすごく出たと思います、ね、はい、いやもう、そうですね。やっぱり涙腺の弱い森谷さんと、はい、なかなか涙が出ない僕がそうなんですか。いや、でも中をどうしても斜めに捉えてしまう僕と、あ、でもまっすぐ見てらっしゃる森谷さんっていう、うんうん、まあ、森谷さん直球な人ですもんね。ブレンド感はすごく良かったと思います、うん、今となって。いや本当そうですよね。そして、まあ、お二人が何よりもやっぱりリスペクトし合ってるところが、まあ、このね成功、まあ、と思います。ありがとうございます。いろいろね喧嘩する作品もねあるらしいじゃないですか。ちょっと私分かんないですけど、まあ、いろいろありますよね、はいはい、もちろん間違いなくそういうのもありますけど、はいはいね、いやいや戦ってもしょうがないですから監督。いや、そういうことですよね、はい、映画は戦うもんじゃないですか。戦いじゃないですから映画。そうですよね、戦いじゃない、そうだそうだ、うん、はい、続いてピーナッツピーナッツさんピーナッツピーナッツさんはですね、渚の部屋にあるあの漫画ランマ
ランマ、ね、ランマ2分の1。2分の1、ごめんなさい。うん、ランマ2分の1は設定を考えると、それを読む渚という構図が面白いな、可愛いなと思ったんですが、謎のチョイスでランマ2分の1になったのでしょうか？誰のチョイスですか？はい。あれはですね、いろんな、あれがあるんですけど、その監修で入っていただいた西原さつきさんとかもなんかすごく好きな漫画って言ってて、はい、まあ、それが出してみようかなと思った。ただやっぱり高橋留美子先生の漫画なんで、ああ、はい、それはどっか取れないんじゃないかなと正直思ってたんですけど、はい、快諾をいただいて、うん、漫画がこう出演することになりました。あれよ、ね、ちょっと話題になってましたよね。ランマ21が、あ、2分の1があるっつって、はいはい、うん、それは僕いただいてみました。僕はその高橋先生の漫画っていうのは、うるせえやつら、はい、うん、読んでなかったけど、大好き大好き、そうですね。だから西原さんの、はい、うん、なんつうの、アドバイスが大きいですね。そうですね。あんまり限らず、さまざまなところで、アドバイスが本当にいただいたんですけど、はい、まあ、ランマとしてはそういうことですね。さまざまなっていうのは、あとね、例えばもう少し教えてもらってもいいですか？いやいや、いろいろありますよ。あ、たくさんあるからね。そのいわゆるホルモン、あ、はいはいはい、注射のホルボケですよね。ホルボケと言われる。うん、なるほど。あとやっぱり一番大きいのはその感情の流れですかね。うん、やっぱりその僕らが持つ一方的なね、その感覚と、うん、やっぱりその木原さんたちの、うん、その実際ね、トランスジェンダーとしてやっぱそのいろいろ生きてきた感覚っても全然違いますから。そうですね。はい、それはもう本当いろいろお聞きして、うん、本当に昨日もありがとうございましたっつって、はい、そうでしたか。こう取り合ったんですけど、はい、こういうね、いろんな西原さんをはじめ、はい、すごいたくさんの方と、うん、やり取りさせてもらって、やっぱり今も、うん、とても仲良くやってますし、はい、それはとても大きかったですね。うん、いや、ありがとうございます。うん、貴重なお話を、はい、聞いちゃいました。さあ、そして和音さんからいただいております。と監督へ質問です。また草なぎ剛さん出演の作品を撮るとしたらどんなストーリーがいいですか。まあ、例えばね、どんな役がいいか。いや、もうね、そう、もう、もう一回ぐらいね、どこかでやりたいんで、うん、やってもうめちゃめちゃ具体的に考えてるんですけど、それは秘密です。お僕も聞いてません、まだ。あら、森谷さんが聞いてないとは。おっと、あ、いつか、まあ、まだ全然早いので、うん、いつかやっぱり、うん、もう一回やっぱりちゃんとやりたいんで、うん、こういうのやりたいなっていうのはありますけど、うん、これはやっぱり今もわもわとこうもこもこしてるんで、はい、それはもう本当ね、最後の最後にやろうかなと思います、うん、ね、うん、森谷さんと、内田さんのタッグっていうのはもうやってらっしゃいました？もう言えない、まだ言えない。何回も、あ、今後ですか？今後ですよ、今後今後、うん、それはまあ、ね、あるんじゃないですか？あるんですか？今言えますか？いや、今はもう今監督のプロットを待ってます僕。あ、そうなんだ。ってことはこんなあれです、ね、配信中に言っちゃってますけど怒られますよ誰かに。いやプロットをお待ちしてる状況で、うんうん、まあ、一緒に取材をさせていただいたりとかも、あ、はい、そこの段階までは1回はやっているものがあったりとかするんですけど、いや、やっぱりね、うん、草薙さんともう1回やりたいですね。あ、そうですか。森谷さんも、まあ、はい、もっていうか、そうですね、皆さんもスタッフの方も持ってらっしゃると思うんですよ。皆さんファンだから、みんな草薙さんのこと大好きなんで大好きなんだろうね、本当に。本当、昨日はもう本当にさっきもちょっと言いましたけど、うん、こう
あの鎖さんの控え室までスタッフがみんなこう挨拶っていうか会いたいから、普通に会いたいだけなんですよ。会いたいだけだから、もうみんな行っちゃって、ちょっともう混んでるからちょっと大丈夫なって状況だったんですけど、そしたらあの隣のお部屋がちょっと空いていたので、はい、そしたらみんな待ってたらそこに草薙さん来ていただいて、一緒に記念写真撮ったりしましたけど、いやもうみんなもうニッコニコしてました。いや大好きなんですよみんな。いやもうファンの方ももう今日ね見ていただいてる方もみんな大好きで、だってもう本当にでもファンの方にこのミッドナイトスワンっての、ね、内田監督もおっしゃってましたけど、こう本当ツイートとかもう SNS ですごかったですよね、はい、何度も何度も見てくださって、佐々木さんもね僕もあちこちで行ってるんで、うん、ですけどやっぱり本当にね、うん、本当に観客に育てられた映画だと、うん、本気で思いますね、うん、観客と、うん、いわゆるそのいろんな役者さんや、うん、例えば竹内涼真君とか、うん、鈴木のサムさんとか、はい、いろんな役者さんご活躍されてる、はい、うん、いろんな役者さんやその方に本当支えられた映画だなって、うん、はい、本当に思いますね。普通にやってたらね本当大変なことになってましたよ本当に。うん、でも本当に皆さんがそういうふうにこう、うん、いろんなところにいろんなことをおっしゃってくださったのがこの映画の最大の成功のあれだったなと、きっかけだったなというふうには思いますし、もう、なんて言うんでしょう、オイスワン、あ、そう、あの、二十何回とかっていう方にはもう、すいません、本当、頭が下がります。本当にありがたいと思いますし。すごいですよね。いや、なんかコロナ禍で、結構やっぱりね、多分ミッドナイトスワンだったら、多分もう皆さんこう地方にも行かれたと思うんですよ、舞台挨拶とか。じゃなかったら、はいはい、コロナじゃなかったら、うん。でもそれもできなかったけれども、でもね、すごくこうみんな縁の下の力持ちに回って会いたいけどね、そこは我慢してとにかくヒットさせたいっていう気持ちとか、応援の気持ちが多かったなっていうのはすごく思いました。うん、監督がね、なんか最初にこう後ろ盾のない映画だからって、そうそう、ずっと言ってました、ね、それちょっともプロデューサー的な問題発言だと思ってそれね、そうそうそう、これはちょっと監督って思ったんですけど、実は、ね、実はその監督の一言が多分ファンの皆さん、うん、映画を捉えと見ていただいた方々の火に火をつけたんだな。そうなんです。ファンの人たちが後ろ盾がないっていう意味がね、結構皆さんいろいろ調べたみたいでそういうことかっていう人が多かったね。ああみたいな、うん、まあ、例えばの話ですけど、テレビ局さんの出資が入ってるとか、はいはい、ね、そういうことですよね、うん、それをねやっぱりないからもう自分たちでって、ね、私たち映画界は もうもちろん内田さんのこと知ってるけれども、インディーズ監督さんっていうこともあったりとか、まあ、そういうことも含めてっていうこともおっしゃってましたもんね、監督が。そうですね、やっぱり、うん、ね、ちょっと何年か前まで、うん、映画といえばやっぱ公開の時、僕なんか、まあ、毎日のようにね劇場に行って、うん、行ってました、うん、トークショーやったり、うんうん、あらゆる手で いろんな方に見てもらうっていうことをやってきて、うん、本当公衆3000万とか行けばヒットなんですよ。いやいやいや、ヒット世界っていうのは。でやっぱり今回じゃあ5作品その、うん、作品賞で受賞しましたけど、もうやっぱり普通に見て ビビりますよね。そうそうたる大企業のね、やっぱりその、ね、バックアップがあって、はい、ある映画があって、でやっぱ普通、まあ普通にビビるじゃないですか。でも別にそれが悪いってわけじゃないです。もちろんです。しないでほしいですけど、映画にインディーズもメジャーもないですから、基本的に。うんうん、ただ、事実、やっぱバックアップっていうのは必要なのは、これはもう事実として当たり前、現実としてあるわけで、うん、その、当然ね、1、
5000人いる会社が10個あれば5万人ですから。その通りですね。後ろ盾が、うん。単純に考えてね。それがやっぱりないという部分で僕はやっぱり大変な、ね、戦いになるなとは思ってましたけど、まさかやっぱりこの何も知らない顔も知らない皆さんがこの後ろ盾になってくれたことはもう本当にね、本当にこの半年はもう感激だから、すごい本当にこの場を借りしてありがとうございますって言いたいんですけどもうだから草薙さんが撮った時とか作品賞を撮った時とか、はい、僕はもうまずねなんか見ていただいたみんなの頭を見て、うん、あお会いしたことないけど浮かびましたそうですよね本当にすぐやっぱりツイッターとかではいわかりますでみんながうわやったとか書くじゃないですか、うん、もうそれを見てもうめちゃめちゃにんまりしてましたやっぱり応援してきたくれた人たちがやっぱり喜んでくれたっていうのはもう、いや一番嬉しいですね本当ですよね、うん、もうなんか本当にあとこのドラマチックシネマチックにもいろんな監督さんがいらっしゃるんですけど大体こう堤幸彦さんとか皆さんが見たよ雪貞さんも見たよよかったよってもうみんな言ってくださってね森谷さん泣きそうだね、うん、もういやいやもう本当にいやいやもう堤さんがちょっと一瞬、はい、荷物取ってきますそうですねすごい生ですね一瞬充電していいですかすごいなこれ生ですね生ですね生ですね皆さんいやいやいやねこれね実はねそうなんです1時間ぐらい経つとねなんかそうでもね本当にすいませんね生で申し訳ありませんねすごい生っぽいよね今日今生っぽいぞうん、はい、なんかいや見てる人もみんな泣いてますってなんかコメントがチャットに来てるんですけど本当にありがとうございます本当にありがとうございます、いやもう本当にいいいやよかった堤監督なんかもね堤監督はご覧になった直後に実はお会いできたんですよああそうでしたかそしたらもうとにかく本当に大絶賛してくださったりとか、うんそうですね、もう昨日はこれ言っていいのか分かんないけど中野亮太監督がああそうそうやったねって僕らのとこ来てくれさってなんか嬉しかったですね。ね、うん、うん、でも反対のこともありますもんねもちろんね皆さんこうお仲間ですから、うん、みんながそうやって応援し合っていいと思います。そうですね。すごい、うん、本当にそうです。それは素敵だ。応援は、ね、あすいません退席しました。あ大丈夫です。私もね、龍馬くんの DVD が今届きました。竹内龍馬くん、応援してくれてありがとうね。ああ、そっか、そっか、そうでしたね。龍馬くんとお仕事されて、ね、そうだそうだ、そうだそうだ、応援してくださったんですよね。そう、彼はね、本当見てくれて、今まで見た映画で一番面白い、好きだって言ってくれた、まあ、そんなことなかなか言われないですよね。そうですね、面白かったですよとかよくありますけど、あ今まで見た映画で一番良かったって、それ嬉しいですよ、それ。いやいやいや、龍馬くんはね、愛知県豊橋市にも来て、陸王に出てたし、そうですね、本当に、龍馬さん、ありがとうございます。ちょっと今、つながりを一生懸命探しました。申し訳ございません。いやいや、良かったです、本当に。で、こうね、私も本もすごくすぐに読ませていただいてます。まあ、ご覧になってる方は、多分ね、こちらのノベライズの方も見ていただいてると思うんですが、ブルーレイでね、これって未開公開シーンとかもあるんですか、DVD は、今、予約中の。未公開宣伝じゃないですよ。宣伝ではないです、はい、別に未公開シーンありますよね、監督。ね、ありますね。未公開シーンあるようですね。めっちゃ見たい、めっちゃ見たいわ、もう。もうね、早く。もうでも、ああ、そこって本当はこうなってるんだっていうのが分かると思いますしね。もうそれ用に、伊藤真紀さんも、また色をちゃんと綺麗にしてくれたり。はい。はい録音の伊藤さんがまたこのシーン用にミックスしてくださったりとか、録音の伊藤さんがまたちゃんと調整してくださったりとか、音を本当ですか、したりしてますんで、また本当に DVD ブルーレイ見応え十分かなというふうに思ってますし、内田監督と草薙さんと
服部美咲さんの、はい、あのインタビューを取り下ろしております。でそれぞれがこうあのいろんなシーンを取り上げて、うん、あのお話をしてくださってますので、うん、まあ、それも本当にあのちょっとこう普通のこうなんかこうインタビューではないちょっと特別な感じにはなっております。はい、はい、ええ、分かりました、ありがとうございます、はい、それでねもうずっとこうお宝にして何回も何回もまた見たいと思っておりますので、はい、予約しますよ、はい、はい、あ、皆さんもちろん予約しましたというふうにコメントいただいてありがとうございます。あ、どうもすいませんでした。どうもありがとうございます。まだやっておりませんが、いやーでも本当良かったです。今日はすごく豊かな時間になりまして本当にありがとうございました。もう本当だったら今日ねお忙しいのにお二人、いやなんか僕も本当に内田さんに、アカデミー賞スペシャルでドラシネに来てくださいって言ったら、はい、いや僕あんまり詳しくないですよっていうふうに LINE が戻ってきたんです。はい、何の話してんだろうなと思ったら、あの、アメリカのアカデミー賞のお話をする回だと思ってたらしい。ご自身のことですよ。そうですよ。何をおっしゃる、詳しくないとかそういう話じゃないですよねっていう。びっくりしちゃった今。ああそうですか。だからミッドナイトスワンのアカデミー賞スペシャルなんですよ。ああということで今回、ね、出演を快諾していただきましたんで。そうですね。いや良かったです。ありがとうございました。またなんかチームで出ていただければねなんて思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。これはこれは何ですか。そうなんですよ、アットムービーの LINE っていうのをあるの作ったんですよ。あら、まあ、アットムービーというのは森谷さんの制作会社さんなんですけどね、はい、なんであのアットムービーの LINE でみんなとこう、うん、今回すごくいいきっかけをいただいたんで、こう皆さんにいろんな情報発信これからもしていけるように、はい、あの友達登録していただけたらなと思います、はい、アットムービーの公式ツイッターと、うん、あとドラシネの公式ツイッターでご案内さしあげます。あ、なるほど、ありがとうございます、はい、あのね、でも先週はあの内田監督には豊橋映画祭もお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、またそういう機会を作りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。いや、ミッドナイトスワンでリアル上映やりたいですよ。そう、やりたいんですよ、あの豊橋映画祭も。本当はね、そんなつもりで頑張って準備したんですけどね。本当そうですよね。まあ、また機会があったら上映会という形もありますし、なんかね、はい、ありますよ、はい、ぜひなんかやれたらなと思いますよね、はい、そうですね、よかったです。本当に今日お話できて、まだまだあの、ね、お話ししたいんですがといってももう15分過ぎておりますのであの、ね、皆さんもほら知らないうちに、ね、知らないうちに、はい、ね、内田監督も多分お忙しいと思いますのでそろそろお時間ですので、はい、じゃあお二人からですね、メッセージ、今日ご覧いただいた方、これからでもアーカイブで多分たくさんの方はまた見ていただけるんじゃないかなと思いますので、じゃあどちらから、どうします。じゃあ僕から。はい、そうですね、締めは内田さんで、はい、いや本当にミッドナイトスワン皆さんの応援のおかげでアカデミー賞の最優秀作品賞、あと本当に草薙さんが最優秀主演男優賞受賞できました。本当にこれは本当に皆さんの応援があって本当に成り立ったことだなという思ってます。最優秀作品賞の受賞後のスピーチは、うん、うん、日テレでは全部カットされてたんですけど、うん、皆さんへの思いを僕は話したつもりなので、もうよかったら本当にCS の日テレで4月3日に完全版が放送されると聞いておりますんで、はい、なるほど、はい、そちらも見ていただきたいですし、これからこの受賞を得てやっぱり作品への向き合い方ももちろん変わっていくかもしれませんし、今まで通りやっていくこともたくさんあるともちろん思いますし、できれば内田さんと草薙さんとまた一緒に作品を作ってみたいなというふうにも思っていますんで、これからまだまだ精進してまいりますんで、はい、応援をお願いいたします。すいません、長くなりました。はい、ありがとうございました。さあ、それでは内田さん
内田監督、はい、お願いします。そうですね、今回さっきも言ったんですけど、やっぱり一人では作れない、うん、でこの帽子もミッドナイトスワンの小道具をやっていただいた吉田さんっていうね、あの美術部のスタッフにこうね、あの用意していただいたんですけど、はい、昨日そうでしたね、アブテスなんですけど、やっぱりザラのスーツじゃなくてね、ザラのスーツじゃなくて、そうそうそう、あの川本さんっていうね、衣装部の、はい、うん、はい、用意していただいたり、ヨッシーと呼ばれるあの石田さんというスタッフがいたり、うんうん、その彼女がこう現場でね、あのスーツをフィッティングしていただいたり、うん、そういうふうに映画自体はもう作られ、うん、あの多くの人がね、あの本当に携わってくれて、本当にそれをまずありがとうと言いたいですし、あとやっぱりそうですね、やっぱり日本アカデミー賞初めて行きましたが、あの今回伊藤真希さん女性、うん、あの撮影賞本当残念だったんですけど、やっぱり女性もっともっとちょっと少ないんじゃないかと、あの女性がもっともっとあの場にいてもいいんじゃないかと思いました。なんでそういうのも今後見てみたいですし、あとはやっぱり若手がやっぱ少ないなと、うん、はい、あの若手が日本アカデミー賞の会場に随分少ないなと、うん、去年はね藤井道人くんがあの作品賞を取って、去年じゃないか、まあ、去年です、はい、去年です。ああいう若い、ね、あの方がどん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 出てくるようになるといいなと思うんですが、うん、あのやっぱりこのミドネスワンなんか受賞した後にいろんなもう本当300個ぐらいメッセージが来て、1個ずつ返信してるんで、すごい、待っていただきたいんですけど、はい、なんつうんだろう、希望、うん、希望になりますみたいな声もなんかいただいて、うん、若い子、はい、やっぱり若いインディー、やっぱり自分の映画を撮りたいっていう子に、やっぱ夢がない、やっぱ現状があると思うんですよね。うん、結局、オリジナルなんかできないんじゃないか。うん、何かしら大ベストセラーの本や漫画じゃないと、やっぱ映画って、ね、ある程度お金を持った映画ってできないんじゃないかっていう、なんか負の、あの状態になってるんで、うん、でも僕3年、4年前まで500万の映画撮ってたんで。そうですよね。ベスナイとかそうですよね。500万だろうが、全裸監督みたいに何億あろうが、うん、作品作りって本当変わらないと思うんですよね。うん、なんでもう普通に映画作りをやっぱしていきたい。で、うん、できると思うんですよね。うん、なんで、やっぱ若い役者やら、スタッフやら、監督が、育ってほしいと思うんで、もうめげ、僕もね、すげえめげることは多かったんですけど、はい、やっぱり映画作り続けてほしいですね。僕はやっぱりちっちゃい頃から映画で助けられてきたんで、はい、映画に恩返ししたいなと思ってるんで、あの別に映画以外のことはあんま興味ないんですよね。その本当にないですよね。CM とかわかんない、いわゆる映像の映画以外、はいはいはい、映像が好きなわけじゃなくて映画が好きなだけなんで、うん、やっぱり全うしたいなと思ってるんで、でもそういう若い子いっぱいいるんですよ、はい、うん、でもいろいろ不安でやっぱり映画の道を進めない、うん、突き進める道をやっぱり僕ら大人がなんか作った方がいいんじゃないかなと思うんで、うん、それを今回ミッドナイトスワンを応援してくれた観客の皆さん含め、ぜひその映画文化がもうちょっと花開くような、ね、世界をみんなでぜひ作っていただけたらなと思います。いやありがとうございました。いや本当いい言葉だな。うん、もう全然そのまた映画界にね、入ったと思いますので、うん、通気性良くなったと思いますので、あの若手のね監督たちも本当に頑張ってね、あの内田さん憧れて、こう森谷さんみたいなプロデューサーになりたいという人も欲しいですもんね。
本当にプロデューサー足りないのよ。足りないのよ。プロデューサーになりたい人、本当僕に連絡ください。そう、はい、ね、だから本当にもちろんこれから撮りたいっていう若い監督さんも連絡ください。そうですね。だから憧れてね、なったら違ったんじゃなくて、やっぱりあ、よかったって思えるような、そんなね、映画界にお二人の力で何とかしていただければと、まあ、それではできないんですけど、はい、よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、いつもだとこうね、消えて皆さんが行くんですけれども、もう今日はちょっとこのままご一緒に消えたいなと思いますので、はい、どうかよろしいでしょうか。はい、はい、今日のドラマチック、シネマチックはですね、もうなんとですね、もう今日はミッドナイトスワンアカデミー賞スペシャルということで、はい、森谷さんはこの賞状をお持ちいただき、そして、内田監督はお疲れの中、今日もお越しいただきまして、本当にありがとうございました。そして本当におめでとうございました。いや、もうこれありがとうございます。見て、すごいですよ。はい、今日はどうもありがとうございました。そして視聴していただいた皆さんもどうもありがとうございました。ドラマチック、ありがとうございました。毎週土曜日です。内田さん、また来てくださいね。はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。本当に